次に青山大和さん。青山さん、はい、はい、法案の質疑に入る前に1点だけ、4月1日今月からですね、食品表示基準の一部が変更となっております。まあ、この変更ですけども、まあ、政府側の説明によれば遺伝子組み換え材料がわずかにでも混在する可能性がある食品に対して遺伝子組み換えじゃないとの表示は消費者に誤認させるからとして消費者法の観点から食品表示基準が改正されたとのことでございます。しかし少量の混入を恐れて国産材原料の製品でも事業者が遺伝子組み換えでない表示を自粛し結果として遺伝子組み換え食品と遺伝子組み換えでない食品が表示上区別ができない状態が生じております。また分別生産流通管理済みの表示が新設されましたが分かりにくいとの指摘もございます。食の安全安心を考えて遺伝子組み換えでない表示を頼りに食品を選択している消費者がいた中で遺伝子組み換えでないの表示をゼロ基準にすることでかえってこの表示が使えなくなり一方で遺伝子組み換え原料の許容混入率が 5% というのは EU や台湾、韓国に比べて高いのではないか、そういった指摘もございます。遺伝子組み換え表示制度について消費者側の立場から消費者庁には消費者へさらに寄り添った施策をお願いしたい、そういった声が寄せられております。まだ始まったこの表示制度ですが遺伝子組み換え原料を使わない事業者や消費者目線に立った分かりやすい表示への見直し、遺伝子組み換えでない食品を求める消費者の声に対してどう答えていくのかお伺いいたします。与田審議官。お答え申し上げます。まずは遺伝子組み換えの表示制度につきましては分別生産流通管理をしている農産物を原材料としております加工食品につきましては当該農産物を原材料名として単純にこう表示するあるいは遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示することとされております。この骨格は変えておりません。このうちこれまでは遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示に変えて遺伝子組み換えでないとの表示これは可能としてきたところでございます。しかしながら委員ご指摘のとおり分別生産流通管理しても遺伝子組み換え農産物が購入している可能性はございますので遺伝子組み換えでない表示をすることは消費者の誤認防止の表示や正確性の担保の観点が問題であるということご意見を踏まえまして、今般の完成によりまして遺伝子組み換えでないという表示につきましては購入がないということが科学的に検証できる場合に限定したということでございます。一方で委員ご指摘のとおり分別生産流通管理済みなどといった表現ではですね、何を分別しているのかよくわからないというようなご指摘確かにございます。といった問題意識からですねこの遺伝子組み換え農産物と分別生産流通管理をしていることを、端的に表現する方法としまして例えば遺伝子組み換え混入防止管理済みあるいは遺伝子組み換えの混入を、防ぐための分別あるいは遺伝子組み換え農産物購入を防ぐために分別生産流通管理を行っていますなどといった表示の例をですね、パンフレットなどを通じまして周知をしているところでございます。引き続き遺伝子組み換え表示に関する表示を求める消費者の皆様の声に対応した事業者の取り組みを適切に促進してまいりたいと存じます。青山さん。まだね始まったばかりですので、これからといった点もあると思うんですけども今後ですね、やっぱりこれ、広間の中で、当ややはりあまりにもですね、ちょっとこの、分別生産流通管理済み、なかなかちょっと分かりにくいじゃないですか、これがなかなか浸透しない場合は、もう一回ですね、再度の見直しなんかもあるというような、考えはあるのでしょうか。与田審議官。
この GM の遺伝子組み換えの表示につきましては、制度の骨格自体は先ほど申し上げたとおりでございます。ただ遺伝子組み換えの分別管理の表現というものが分かりづらいということでございますので、遺伝子組み換え、農産物に言及した上でそれをきちっと分別しているという旨、これ事業者さんの努力もございますので、どのような表現が可能かというものについては普段にまた先生などのご指摘も含めまして分かりやすい表示に努めてまいりたいと存じます。青山さん、ぜひですね、消費者庁ですので、消費者目線に立ってですね、いろんな声を聞きながらですね、普段のですね、努力の方を重ねてお願いいたします。それでは、法案の質疑に入っていきます。他の委員からもご指摘ございましたけれども、課徴金の算定率の引き上げでございますけれども、いわゆる、繰り返し、行った事業者に対して、3% から 4.5% に規定を新設ということですけれども、やはり、課徴金制度による抑止効果を高めるには、やはりそもそも現行の課徴金算定率 3% を、まずはここを大幅に引き上げて、不当表示の事前抑制に実効性を持たせることが必要ではないかと考えますけれども、消費者庁として、今後の対応方針も含めてお伺いいたします。馬淵審議官。お答え申し上げます。今委員ご指摘ございました現行の課徴金算定率 3% でございますけれども、これにつきましては平成26年の制度導入時に消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に、不当表示規制の抑止力を高めるものとして 3% という形で設定されたものでございます。で、課徴金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を、今回データに当たりましたけれども、その中央値は 3.4% でございまして、平成26年の制度導入時からほぼ変化はない状況でございます。したがって今回の改正法案の中では 3% は引き続きそのまま 3% という形にさせていただいております。青山さん、ここはですね、ちょっと今後の、検討としてぜひですね、次回の法改正に向けては検討してほしいなと思っております。また確約手続きについてもお伺いしますけれども、これも他の委員会も出てきました。景品表示法検討会では当初今後の検討の方向性を示し、そこでは消費者利益の回復の充実を掲げて検討をされていたところでございます。また検討会では不当表示が是正されることも重要ですが、やはり消費者被害回復が第一であることから、返金計画書に自主的に返金する制度を設けてほしいとの意見も出されておりました。そこで、今後ですね、改正後、返金措置の実施状況等も踏まえて、確約手続きに事業者の自主的な返金措置制度を導入することの検討が必要だと考えています。例えば返金計画を立てることが必要な事案についてガイドラインなどで例示することも考えられますが、消費者庁の見解をお伺いします。馬淵審議官。お答え申し上げます。先ほどもご答弁申し上げましたけれども、確約手続きの是正措置計画におきまして、消費者への返金を必須要素とした場合には、もろもろ支障がございまして、消費者への返金を原則とすることは、困難であるというふうに考えております。ただ一方、確約手続きの是正措置計画に消費者への返金を必須することは考えておりませんけれども、消費者への任意的な返金は是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるというふうに考えておりまして、改正法成立後に策定する予定でおります運用指針の中にはその旨を盛り込みたいというふうに考えております。青山さん、ちょっと確認ですけども、じゃあ今後のその運用指針の中にですね、返金計画を立てることが必要な事案についてしっかり明記をするということでよろしいでしょうか。馬淵審議官。お答え申し上げます。運用指針の中で、運用指針の中では、消費者への任意的な返金が、是正措置計画が
まあ、十分なものであると、まあ、認定をする上で有益であるということを、ガイドラインの中で、明記したいというふうに考えているということでございます。青山さん、はい、明確なご答弁をありがとうございました。次にですね、適格消費者団体による治療開示要請規定についてお伺いします。本改正案では適格消費者団体の資料開示要請の要件として、事業者が現にする表示が有料誤認表示に該当すると疑うに足る相当な理由があるときとすることとされていますが、まず資料開示要請できる対象の表示について、なぜ現にする表示に限定したのでしょうか、お伺いいたします。黒田次長。お答え申し上げます。差し止め請求権、という、につきましては、その名の通り行為を差し止めるということでございますので、不当表示を現に行い、また行う恐れがあると認められるものについて行うということでございますので、その例えば過去の表示ということであればですね、そもそもそのすでに差し止める対象が存在しないということなので、差し止めの必要性が認められないということになってしまいます。ということで、この開示要請規定という規定は、差し止め請求権の実効性を確保するための規定でございますので、差し止め請求権の行使が認められない場合について規定してもしょうがないということで、このような現にする表示というふうにしたものでございます。青山さん。例えば、季節ものの商品、例えば、クリスマスケーキですとかですね、なんかこう季節ものの商品なんかで不当表示を行う恐れがある事業者について、昨年も不当表示が行われていたと。で、今年もですね、その販売の季節が間近に迫っており、事業者が商品の準備を進めているといった状況の場合、条文を設けておくことで不当行為を抑止する効果を考えれば、過去にした表示に関する資料をも対象とすることも検討する必要があると思いますが、政府の見解を伺います。黒田次長。今回の開示要請規定につきましては、そもそもその適格消費者団体側からですね、いわゆるその不実証拠規制に類似する措置というもので設けられた、導入を求められたということで検討したものでございます。そのような経緯を踏まえますと、この不実証拠規制は、そもそも、現に行われる恐れがある表示というのは、これから行われる恐れがある表示というのは対象にしていないため、今回の開示要請規定についても、行われる恐れがある表示については対象外としたものでございますが、またその今後、こういったこの開示要請規定の実行の運用状況を見ながらですね、その制度は不断に見直していきたいと思っておりますので、まずはそこを、今回の規定を実施したところでですね、その実施状況に応じてまた考えていきたいというふうに思います。青山さん。改正案の34条1項に定める差し止め請求の提訴要件には、行う恐れがあるときも規定されています。過去にした表示に関する資料の開示要請ができれば、近い将来その事業者が不当表示を行う恐れがあることを原告側が示すことに資するとも考えられます。ぜひですね、ちょっと今後ですね、検討してほしいなと思って要請させていただきます。ですね、次に、これは今回外国執行当局との協力についてというふうに明記されましたけれども、これまでにそういった日本と外国が協力しておった例があるのか、また今回こういったことを、条文化した趣旨についてお伺いいたします。黒田次長。お答え申し上げます。景品表示法の執行業務を行う上で、これまでに日本と外国が協力した例というのは存在はしておりません。ただ、まだ多くはないものの、海外事業者への景品表示法に基づく執行事例というものも存在しておりまして、
今後、越境的な取引やインターネット上の広告の増大に伴い、海外事業者による不当表示事案は増えていくということが想定されているということでございます。そこで今回の改正も踏まえまして、外国執行当局の連携も含めた海外事業者による不当表示への対応を強化してまいりたいと考えたところでございます。青山さん、ここについては以上でお願いしますけれども、で次にですね、ステルスマーケティング、指定国事における、インフルエンサーですね、その今回の改正案では診察された直罰の対象にどういった場合に対象になれることがあるのか、そういうこともそもそもこういったインフルエンサーは直罰の対象になることはないのかお伺いいたします。馬淵審議官。お答え申し上げます。今回の改正法案に盛り込まれております直罰の対象となるのは有料誤認表示等でございまして、景品表示法第3条第5号による指定国事は直罰の対象外であります。直罰の対象となる有料誤認表示等であったとしても、直罰の対象となるのは自ら商品または役務を供給するものであるため、その自ら商品役務を供給していないインフルエンサーは原則として直罰の対象とはならないというものでございます。青山さん、インフルエンサーや、若年層の方が大半でございますし、軽い気持ちでですね、こういった不当表示に加担している人、本人は気づかないでですね、いる可能性も当然ございます。今回の法改正によって、それぞれの行為が直罰の対象になりうるかとかなんないかとかですね、ぜひ消費者庁としてそういった啓発についてもですね、力を入れてほしいなと思ってますけども、何かお考えはありますか。馬淵審議官。お答え申し上げます。ステルスマーケティングにつきましては、先般告示を指定したところでございまして、現在施行に向けて普及啓発活動を行っております。国民各層、さまざまな各層に対しまして普及啓発をきめ細かくやっていくことが大事だというふうに思っておりますので、しっかりと普及啓発していきたいというふうに思っております。あとなお先ほどちょっと答弁の中で景品表示法第3条第5号による指定国事と申し上げましたけれども、第5条第3号による指定国事の誤りでございますので、お詫びして訂正させていただきます。青山さん、しっかり啓発の方をお願いいたします。最後にインターネット上の広告表示に関してお伺いします。SNS を含めインターネットの世界では広告収益モデルが支えているという構造の背景もあって、近年ますますインターネット上の広告が過剰に増加をしています。こうした中、インターネット上の不当表示広告について広告を発信する事業者側に表示の保存義務を課すなど、何らかの踏み込んだ対策を必要と考えます。また事業者向けの規制で健全な市場を育成する必要がある一方、消費者教育も被害防止のために必要と考えます。 SNS の影響を受けやすい若年層を対象に判断を養うことを学校教育に取り入れるほか、インターネット不当表示広告に関する周知啓発が一層求められると考えますが、政府の対策、今後の方針をお伺いいたします。河野大臣。昨年の告示でアフィリエイト広告を対象にし、また今回ステマを規制をいたします。今後ともこのインターネットに関する広告については、しっかり見ていきたいというふうに思っております。また今委員からもお話がありましたような、若年層、この若者への周知啓発というのはこれしっかりやっていかなければいかんと思いますし、またご高齢の方々についてもですね、やはり周知啓発というのは非常に大事になってくると思いますので、消費者庁としてもそこら辺に力を入れてしっかりやっていきたいと思います。青山さん。最後にですね、合わせてですね、今、いわゆる選挙ですね、選挙も最近はインターネット広告がですね結構使えるようになってきて、これは本当に公職選挙法との絡みもあるんですけども、このルールは結構曖昧な部分もございます。もちろん中身に関してもですね、
当然まあ選挙って過激になっちゃうとまあ誇大に、広告中身もですね誇大にしちゃう傾向もあるんですけども、この辺大臣ちょっと公職選挙法との兼ね合いもですね考えながらですねちょっと今後インターネット広告についてはあの検討してほしいなと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。次に